みんな元気かしら。フェレット戦記へ、霊夢とそこ、出てきなさいよ。マリサだぜ、霊夢、COD をするのか。バトルロワイヤルをね、さっさと装備を整えるわ。目標は建設現場か。もう一人近くにいる。早く降りて装備を整えないとな。大丈夫、スピードを速めてさっさと屋上に降りるわ。よし着地。三人称はやりづらいから一人称に変えるわ。霊夢、近接武器はまさか。めったに使わないけどヌンチャク。つい最近ランクアップしたらもらったわ。霊夢はランクアップのためバトルロワイヤルばっかしてるもんな。あんたはゾンビばっか倒してるでしょ。せっかく始まったイベントなんだ。楽しまなきゃ損なんだよ。確かにね。でもレベルアップをなかなかしないわ。好きなの早くカスタムしたいのよ。フランはアサルト、霊夢はなんだ。私はサブマシンガンね。今回はさっき手に入れた KSP45 を使うわ。もう一つはボルトアクションライフルか。今回はメインがサブマシンガン、サブをボルトライフルね。さっさと行くわ。移動はカットな。しかも近くで撃ち合ってる。位置を特定して魚振るわよ。終わった。なら今のうちに近づく。右にいたぞ。なんか間があったわね。なんか間があったなぁ。装備をもらって一気に行くわ。二人目、三人目、四人目、五人目、六人目、七人目、八人目、九人目か。いや、住人ね。あと一人、建物の向こう、どう来るかしら。エリア外に行ってる、どうしたんだ。念のためライフルで警戒するわ。何かあるかもしれないしね。来ないわね。来ないな、これは来ないんじゃないか。まさかねえ。終わった。閉まらない終わりだな。次回は派手にやるわ。ご視聴ありがとうございました。次回は私だ。よろしくな。